ポーランド空軍及び、防空軍で運用された約マイナス 9P、約マイナス 9P は、ソ連最後のレシプロ戦闘機の一つである。ヤコブレフ設計局が開発し、戦後1946年から生産が始められ、1950年代を通じて多く東側諸国の主力戦闘機となった。約マイナス p は、第二次世界大戦中から開発が進められてきた約マイナス Q3 シリーズの集大成として完成された戦闘機であった。約マイナス 9P の外見は対戦中の約マイナス 9U によく似ているが、そちらが従来機動用の複合素材による機体であったのに、対し約マイナス 9P は全金属製であった。エンジンは戦争初期より研究の進められてきたクリームオフ設計曲線の VK107A キレエンジンが いよいよ実用化され、能力的限界の見えてきた従来の VK-105 シリーズに変えて搭載された。同じく全金属製で VK-107A エンジンを搭載した約マイナス3発展型が量産中止となったため、約マイナス 9P はソ連軍の主力戦闘機として大量に生産された。約マイナス 9P の生産はロシア及びウクライナで行われた。 約マイナス 9P はシリーズ中総合的に最も高い能力を持った機体であり、仮想的として考えられていたナチスドイツの戦闘機 FW190D や BF190GK あるいは最優秀のレシプロ戦闘機というアメリカ合衆国の P-51D 戦闘機などとも十分に渡り合えるだけの性能を有していた。なお、 武装が異なる機体も生産されたが、基本的には、約マイナス 9P はメートル主爆機関砲三本を搭載していた。ブルガリアで回収された機体には、これに加えて、各主翼内に十二点七ミリメートル u b s 機関銃を一丁ずつ搭載したものもあった。ポーランド海軍航空隊で運用された約マイナス 9P、約マイナス 9P は、東欧を中心に輸出、配備されたが、 それ以上に、朝鮮戦争における働きがよく知られている。同戦争初期において、本機は、約マイナス 9M、ラマイナス9、11などとともに、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国軍側の主力戦闘機となり、国連軍との戦闘に投入された。当時西側にとって、約戦闘機は、東側の戦闘機の代名詞であり、 ミグ -15 が現れた際も初めは、薬であると思われていた。薬 -9P は複雑型の薬 -9V などと共に1960年代まで各国で使用された。また、1990年代には薬、薬 -9UP の復元機である薬9九 m が、ロシア連邦で少数量産されており、現在でも航空省などで飛行する姿を見ることができる。 なお、約マイナス9 m は、アメリカ合衆国のアリソン製 V-1710 液霊エンジンを搭載している。なお、約マイナス 9P という名称はこれ以前に、VK105PF エンジン搭載機に使用されたことがあり、両者を特に区別するために、VK107A 付き約マイナス 9P、VK105PF 付き約マイナス 9P などと表記されることがある。 こうした区別がされずに単に約、約 -9p と表記がなされている場合は、VK107A 付きの方を指していると考えて、良いが、資料によっては、両者が混同されている場合も少なからずあり、中には約、約 -9p は、試作に終わった派生型で約、約 -9 の戦後型は約、約 -9u であるというような記述もあるので、注意が必要である約。約 -9u は、 対戦中に生産、配備された機体であり、生産機数も中東を及び中国、北朝鮮各軍に配備するほど多くはない。ありがとうございます。